それはあの16世紀後期から17世紀初めにかけての近世社会の成立を大きな体制的変革で捉えるような見方を一つ、さっき言いましたけど、こういう変革を、大きな変革として見るような見方を促した。で、そう見ることによって明治維新という変革を相対化し、日本近代の問題性を明らかにしているのではないかということを、まあ、だんだんだん津田を読みながら考えるようになった。そういうあの思考過程を経て、応仁の乱はすでに問題として私の中にあったと、ね。そこであの、まあ、中高の応仁の乱を調整手にして読み始めたわけです。これはあの、その前のことじゃなくて、そこにあの僕はあの買ったのは、これの奥付けは、2017年3月5日というあの13番という奥付けが驚いた。初版が、去年の16年の10月25日ですから、わずか5ヶ月にもならないうちにあの13版、一般に何部するか分かりませんけれども、非常にわずか4ヶ月で13番を重ねるというのは信じがたいですね。で元を取りたのこの間の日曜日にあの日曜日かなあの新聞にあのこの広告が出て、それで36万部って書いて、おっとおっと、これが36万部で、あ、信じられない、全然信じられない。なんで36万って人間はこんな本を読むのかって、何なんだろうって、あ、社会現象として考えなくちゃいけないような問題、おっと、前で、これは信じられない数字だって、この謎を解く答えをこの本自体が持っているように本当に思えない。で、ここに書いてあるのはあの、15世紀日本の畿内を中心とした騒乱、やがて応仁の乱に至るこういう内乱の過程なんですよね。で、これのあのこの記述の元になっているのは、興福寺の別当であり大乗院の助である京岳という人物の日記で、京岳使用書というその日記と、もう一つあのやっぱり興福寺の大乗院の助であった仁尊の日記、これ大乗院蔵式というあの有名な記録があるわけですけど、その記録を存分に使いながらなされた記述、それはね、室町の半世紀を超える騒乱の一種のドキュメンタリーなんですね。あえて言うとね、これ何月何日ね、誰しょがどこを攻めたのか、どうこう、そういうことはずっと書いてあるね。何月の日に誰がどこそこと、そういうことはずっと書いてある。それ本当にドキュメンタリーなんですよね。半世紀を超える騒乱のドキュメンタリーなんですね。で、書き出しは例えば書き出して、その騒乱の始まりは、応永11年、1400年7月、一条院型国民という言葉は、あのそのお寺の中の侍たちを言うらしいんですけど、で国民で長川島の橋を李明が追軍閣を攻撃した。幕府は両者に停戦を命じるにあたって、興福寺別当の大樹林公園に協力を要請したが、公園は一条院の問題なので難色を示した。で、こういう記事、これから始まるこういう記事がずーっと続くんだよ、これ。ね、だこれ、なんだろう、これもだけど、これがほとんどない、だから4本、ほとんど、最後の結論の方でやっと、あの、一般的なことが書かれますけどね、それまではね、この草案のあの、意味付けだとね、これ、一切ないんだよ。これはどういう意味、この攻撃が何を意味するのかとかね、ね、そんなことは何にも書いてないんだよ。ただひたすら書くんだよ、何月何日、どうなんだ、どうなんだ。誰と誰があの連合をした、
それが どこを攻撃したみたいなことがずっと書かれるんだよ。だから僕は読みながらただめくってるな、めくってただけ、もう脇がめくってた、ほとんどめくってただけだよ、だけだよ。だからこれを36万人が見て、なんだこれ本当に、昨日からペリコン警官隊の鈴木さんのところをされたり、彼も本屋さんも、どうもこれからもああいう調子の本が増えるんじゃないかっていうのを彼らも言ってるんだけど、要するに一緒にドキュメンタリーだけ、要するにドキュメンタリーを書いていくという、ああいう本が増えるんじゃないのかなっていう、それが売れるんじゃないかっていう、だから意味付けなんて一切ない、何の意味付けなんて、彼らはひたすらドキュメンタリーを書いて、不思議だもん、本当に不思議だもん。不思議な本、それを36万人が読むと不思議な現象。だから日本人もおかしくなって、あと21世紀の日本人、そう、世界的におかしいけどね。世界的におかしいから、これ、こういう本が読まれるのが。変だって、わかんない。なぜなのかって、あんな、もう一つ僕読んでないけど、ホモ・サピエンス、サピエンスのなんとかっていうのが、それめちゃくちゃ売れてるって、あれも、の米韓作ったから、あれもわかんない。あれ、なぜそんなの売れるか、あれもわかんない。わかんないのがベストセラーなんだ。意味が不明なのがベストセラーになってる。で、6ページで、ここから始まるほぼ1世紀にわたるソーランのドキュメンタリー風な記録を読むべき方法を私は知らん。まさにドキュメンタリーを見るようにして終わりに向かってひたすらページを送っていっただけで、おそらくこの書の著者もまた打ち抜き錯綜する騒乱を脈絡付け時代的な意味付けを与えるなんていうことは一切していない。おそらく著者は騒乱の時代というより15世紀後期日本の騒乱の総体というものをつぶさにこれでもかこれでもかというように読者の観点に展開させて見せたのではないか、そういう感じがするんで、そのでたまたま書いたのと朝日新聞の4月日には広告が載ってて、続々31万としてですね、そういうのこそこでね、白髪なあのコピーが、あってね、でこういうふうに書いてあってね、これで、あ、もし人々が読むとさ、こういう理由で読んだ、これは、まあ、こういう理由で読んだと、これはね、あの中央本の広告部というか、のいや、彼らが考え出した、なぜ人々が読んでなるという理由を、あの出版社が考えたコピーだというふうに僕は思うんですけどね。で方針に一貫性を欠くトップということを聞かない、部下たちによる収集不能の大抗争、これが英雄なき時代のリアルだ。これは現代に企業の問題にこれ置いて、このコピー作ってだからね、これは読者は別にこういうふうにこれを読んでこんなこと思ってるわけじゃない、読んでるんですよ。これはもう卓抜なコピーだと思いますけど、これはさすがに31万部を吸った出版社の作るコピーである。これを見れば、これゴミという作者も、ああ、自分なるほど納得するんじゃない。俺はこういうことを書いたんだという、納得するんだと思うけど、読者も、俺が書き、俺が読んだのはこういうことだったのかと思うに違いない。だからこれは、よくできた、後知恵的なコピーで、人はただここに凄まじい騒乱の連続を見るだけである。でそしてこの凄まじい騒乱の連続は必ずや体制的な転換をもたらすに違いない。これは絶対的にこれだけで騒乱がすべきや体制的な変化が起こるに違いないと思ってくる、思わせるわけで、まさしくこの本が序文に行く内藤子の鬼の輪をめぐる発言が、再考されたならないことを人は知る。だから、ね、これはね実はこれが売れてる理由は内藤子なんて一緒に売れてるんだよね。これ僕もそうですよ。この内藤子のことは序文に出てくる。あそうか序文内藤子のこれはまさに日本を一変させた相談だということを
内藤君が言ってるの、それが序文に書いたんですよね。でだから多くの人はこう内藤君なんて読んでるのかもしれないね。ああこれ日本一変された草案だという。むしろ内藤君で読んでるのかもしれない。で、ゴダの鬼の乱という書のメリットがあるとすると、僕はね、コナン、内藤コナン鬼の乱を21世紀の我々の問題として蘇らせたところにあるというふうに、というふうにしまった千代氏に対する国であるのかもしれないけど、僕は、ね、せいぜいそのくらいのメリットしかない。この本のメリットとは内藤コナン教えてくれたメリットだという、そう僕は思わざるを得ない。だからつまりこのゴダの鬼の乱がなければ私は、コナンのこの鬼の乱を読み直すことはしなかったかもしれない。でその前にで、まあ、ナイトコナンの鬼の乱に移る前にですね、ともかくゴダの鬼の乱、この本の新書の鬼の乱はどういう形で最初終わり、鬼の乱の終わりとその後ということを、まあ、簡単に最後に触れているので、どういうふうにこの乱を書き終えていくのかということを見ておきたいんですが、で一番最後の終章って鬼の乱が残したものというのが最後の章、この章は非常に最も重要な章だというふうに思いますけど、ゴダは、ね、修行大教制の解体として、だから最後にも言いました、6ページで一番下に書きましたよ。ゴダはですね、この鬼の乱をね、修行大教制という物語の体制というか、それの解体としてこの乱を加えているんですね。で、特筆されるのは、乱後ほとんどの大名は京都を離れ在国するようになった。だから彼は守護在京制から在国制、それぞれの領地に帰る、制度というか、ね、で守護在京制から守護在国制の転換というふうにゴダは捉えている。でこれは大名による分校支配を保障する者が幕府による守護誤認ではなく、大名の実力そのものによって自分の国を持つという、大名の実力そのものになったからである。で守護在京制の解体とは、ただ守護在国制に転換したことを意味するのではない。守護は今やその実力によって領国支配を成立させ大名に変身していったのです。守護大国制への転換とは、守護大名の時代から戦国大名の時代への転換だ。で、ゴダはこの転換をこういうふうに言った。で、室町幕府は守護をリーダーとして衰退した諸大名の一揆であるという、まあ、こういう言い方をしている。という評価、そういう評価がある。で、過失の変貌の政治状況は諸大名の一揆を二分し、二大陣営の対立が応仁の乱を生んだ。だが皮肉なことに応仁の乱の原因であり、また主体でもある二つの大名集団は、その終戦等にいずれも解体した。そして従来の幕府政治では控え者だった守護大層、これは自国に、それぞれの領国にいた守護大、守護大層や遠国の守護が戦国大名として歴の大手舞台に登場してくる。既存の京都中心主義の事実では大きな転換が迫られ、地方の時代が始まるのであるという終わり方をしている。これはで、まあ、この捉え方が大事だと思いますけど、だから、ゴダも、既存の京都中心的な政治的秩序は解体するんです。で新たな中国の時代、まあ、戦国時代という地方の時代が始まる。その先にどういう体制が待ってるかは書いてないわけですけど、ともかく京都中心的な体制の終焉として